ゆうすけ、本当にあの誕生日おめでとうございます。今日は本当にすごくあのいい一日にみんなで、していきましょう。本当に心の、そこで語り合える本当共演者たちとやれて本当に今日は光栄に思います。俺たちがこの場所で最高の音、そして俺たちができる限りのことをしていくんで、みんなも、目を見開いて、耳を開いて、心を開いて、精一杯楽しんでてください。よろしく。一緒かもしれないけど、やっぱり毎回違う、なんていうのかな、ライブというかね、人と人だってね、同じ人と毎日会ったって話す内容は違うのと一緒で、俺たちも心の底で、会話、ただ音を出してライブを見てお金払ってお酒を飲んでてだけじゃなくて、まあなんていうか、その瞬間に、
やっぱ自分でなんとか価値を見出して、でそれを自分のアイデンティティにしていけば、うん、本当に毎日が楽しいと思うし、ね、やっぱりやっぱうまくいかないことの方が多いと思うんです、みんなそれぞれ、そんな中ででも人間はやっぱり前向きに考えるようにできてるし、それは、まあ、自分にとって正常なことだと思うし、うん、ね、なんつうか、うん、そうやって毎日繰り返していって、うん、行きたい、それだけです、本当にありがとうございます。まとまんないけどありがとうございます。それでも俺たちは痛みと共に歩いているんだよ。
いや、ありがとうございます、本当。さっきもノンレブの、方が言ったけど、なんかね、すげえ、なんか自分が誕生日だからライブ出ろやって非常にパワハラな感じでねえ、まあねえ、やるからにはまあユウスケ世話になってるし、うん、まあこれから一緒にいろんなことをやっていこうっていう、仲もあるしね、本当になんかこういう、やっぱ俺たちはこういう表現する場所があって、なんぼの、生き物だしね、やっぱり本当こういう場所を、作ってくれてね、まあ、そういう中で頑張ってるね、ゆうすけくんに、まあ、みそじみたいなんですけど、おっさんになったねって拍手してあげてください。まあよくさ、20代の頃とかさ、30になるまでにとかさ、なんかよくあるけどさ、やっぱ俺30超えて思うけど、思ったことが一つだって、やっぱ20代の頃いろいろ大変だったこともあったけど、そんなのまだまだ甘ちゃんだなってやっぱ思いましたね、正直。30代から人生、これから男も女も、そうだけどね、やっぱり今まで与えられてきて、それをこなして褒められてなんぼだようなところもあったかもしれないけど、やっぱこれからの時代は、自分で考えて自分たちで行動して、それでまあ自分と関わる人間に対してどういうふうになんかプラスなことを与えていけるかってことが、まあ俺たちはね、少なくともそう思って、やってるんでね、まあそういうのが自分たちのこういうライブとか音楽で、まあ、それぞれみんな戦ってるフィールドは違うと思います。俺たちにとってはこの場所がまあ全てであり、この場所でこけるわけにはいかないし、こういう時だからこそ一生懸命やんなきゃいけないし、ね、みんなはすごく音楽っていうものをね、楽しみに来てくれて、そんな中でもう自由に何かね、やっぱ金を払って来てるわけだからさね、本当に楽しんでてもらえればいいけど、まあ、そういうお互いの気持ちと気持ちが、このラインからぶつかって、ね、どんどんもっともっと高いところに行ければ、今日一日ここにいるみんなと出会った意味があると思います。本当に今日はありがとうございます。新宿ワイルドサイド東京、この場所から、we'll be right back.
土曜日京都のバンドとあと岩城のバンドで渋谷で、まあ、スリーマンやったんですけど、ぶっちゃけていいですかぶっちゃけていいですか。いや俺今日の方が頑張ってますよマジで今日の方が頑張ってる。ねやっぱ自分たちの企画だしさ、やっぱ、うん、俺たちとか、まあね、京都のバンドと岩城のバンドも、まあ、来てもらってやってるんですけど、まあ、ある意味人も集まってどういうものかっていうのをもうレールが決まってて、そういうライブをやってって、その中で一つ一つ会話を積み重ねていく、作業で、まあ、ある意味予定調和っていう予定調和だし、まあ、その中でどれだけ、ね、やっぱ人がいっぱいいた方が空気ってどんどん上に上がっていきやすくなるし、まあ、個人的にはWithin the Last Wish 最後の望みの中でみんなそれぞれなんていうかみんな偏屈もんだからさあんまりねそんな中でなんかこう自分たちのまあ今日みたいな時って自分のパーソナルスペースがみんないっぱいあると思うんですけど、同じ目線というか平等というか、ね、その中でみんなそれぞれ、まあ、一人一人の目も見えるし顔も見えるし、うん、そんな中でなんかやっぱわーってやればわーって帰ってこないじゃん。別にそうじゃなくてやっぱ表現者たるものはそこでこういう、まあ、一対一の会話じゃないけどそこでどれだけのものを見せれるかだと思ってますしね。やっぱ今日はやっててすげえやりがいあるし楽しいです。本当にね、それが伝わって、まあ共演者の方も多いと思うんでね、やっぱり生半可なもの見せらんねえし、うん、本当ね、こういう本当にハードルが高い場所用意してくれて何度も言うけど、ゆうすけありがとう。あの頃描いた夢は今この場所に続いてる。そしてこの場所から描く夢を未来に皆さんで俺たちと一緒に続けていきましょう。聞いてください、描いた翼。We'll be right back.
がとうございます。ここまでお付き合い本当にありがとうございました。次の曲で、With the Last Wish、最後になります。お金に余裕があったら、物販買ってってください。よろしくお願いします。ちくわくんとかさ、T シャツ、あとこの後でミリタリーも物販あったりとか、本当ね、やっぱ今日本当マジ、来てる人たちには関係ねえと思うんだけど、個人的に本当に今日はさっきも冒頭に言ったけど、心の底から音で分かり合える、そういうメンツっていうか、あんま俺たち自身がメンツ気にしてライブやるバンドじゃないんで、もう全部食ってやるっていう感じでずっとやってきてでも今日はなかなかね、そういうことはやっぱみんなすげえからできなくて、じゃあそんな中で俺たちができることっていうのはなんだろうなってやっぱ今日一日思ってたんだけど、やっぱり俺たちは愚直にまっすぐに小細工なしでこの場所で生きてる人間だからさ、やっぱ俺たちが今まで培ってきた人生、重ねてきたものをこの場所で全部出し切るだけだから、俺自身全然音楽わかんねえし、この場所で自分の言いたいこと好き放題ってね、人よりちょっと目線の高いところから自分の気持ちね好き放題言ってて、本当たまに申し訳ねえなっていう気持ちになる時もあるけど、でもこうやってやっぱり話聞いてくれて、俺たちの音楽に耳を傾けてくれて、で挙句の果てには体揺らしてくれて、本当に俺たち楽しいです。本当にありがとうございます。じゃあ次の曲ラスト、九州のバンドとスプリットをやったんだけど、それがゆうすけと初めて一緒に仕事をした音源で、その当時彼はゼストーンレコードっていう場所にいて、そこで知ってる人は知ってると思うけど、俺たちこんな暑苦しいバンドだけどさ、ゼストーンレコード自体はなんかね、おしゃれなバンドばっかいて、そんな中で俺たちやっていいのかなって中で、でもそんな中でそういうつながりからね、一緒にやって、今彼もゼストンやめて新しいレベルスリープウォークってやって、俺たち曲できないんでね、もうちょいリリース先になるかもしれないけど、エリエってバンドがいて、そのバンドね近いうちリリースすると思うんでね、ぜひ今日集まってくれた人は、チェックしててください。で最後一つだけ今日絶対言ってやろうと思ったことがあって、そんなゼストンの、バンドの中でニューゲームっていう曲を出したやつらがいるんですよ。ニューゲームっていう新しく始めていく、確かにそうだよね。でも俺たちは続けていくことに存在意義を見出してる。じゃあラスト聞いてください。今日は本当にありがとうございました。俺たちはニューゲームじゃねえんだ。行くぞ。We'll be right back.
みんなにとって楽しい夜を。ありがとうございました。